それでは日々の真実の6月23日のところですね。質問は、しかしこれら3つの説全部が真実ではありえません。ただ1つの説だけが真実でありえます。真理は1つなんですけども、いろいろなレベルの人にいろいろなマスターが答えて、いろいろな説が残ってしまってるんですね。そうすると、その説同士でね、矛盾なとがあって、どれが本当なんですかっていうことになるでしょ。そういうことを聞いてるわけです。三つに限らずね、いろんな説があったとしても、真理は一つなんだから、ただ一つの説だけがね、真実ではないのですかっていうような質問なんですね。これらの説はすべて学習者の理解能力に合わせてのものに過ぎませんということで、皆さんにはなかなか信じられないかもしれませんがね、指導者っていうのはね、相手のレベルに合わせて物事を言ってるんです。皆さんが大人で子供相手に何か言うときに、その子供の年齢向けにあれこれ言ってきたでしょ。2、3歳の子、例えば皆さん自身のお子さんがね、2、3歳から4、5歳の頃とね、20ぐらいになってから同じようなこと言いますか？子供になんか説明するときに。そうじゃないと思うんですよ。2、3歳の子には2、3歳の子に分かるようになんか言うでしょ？嘘も方便もあるでしょうしね。20歳の子がなんか、皆さんに対して文句言ってきたときに、今飴玉3つあげるからねなんて言いますか？子供だったら飴玉で誰か済ませるし、痛い飛んでいけで終わるんですよ。岩井さんたち来たら体操で終わるんですよ。ヨガやったと思うんだから。そうじゃない人来たら、クリアやって意識っていうものを巡らせなきゃないとか、山口忠則さんたちみたいな人たちだったらね。で、その後、だらなして自分の脳で何考えてるか見つめてくださいとかって、そういうふうに導かないと、まあ山口忠則さんとか木村光平さんっていうのは進歩しなかったわけですよ、体操だけではね。でもいつまでも体操でいい人たちもいるわけですよ、澤田洋がその他の団体の先生たちみたいにね。あるいはそれにちょっとインドの歌歌って、サリーキでキールタン歌ってごまかすとかね、そういうことで満足する人たちもいるわけですよ。だから見てる方はどういうことを欲しているか、何が分かんないかっていうのは知ってるわけなんですね。
岩井さんが何が分かんないのか、安津さんが何が怪しいのか、僕の方で知ってるわけなんですよ。いや、その人相手にそう言うだけの話でね。ですからそれと同じように心理に関してね、セルフとかブラマンとかアトマに関して質問されても、相手に分かるように言ってるだけの話で、本当は言わなくてもいいことなのでね。言わなくてもいいことを言うからいろんな説が出てくるっていうことです。学習者のっていうのは質問者のレベルに合わせての答えにしか過ぎませんので、全ての教えは方便だって言われるわけです。便宜上の説明だということです。絶対真理は一つでしかありえません。宇宙は見るものの認識と同時に知覚され、ここをね、読み過ごさないでくださいね。宇宙は、世界はね、見るものっていうのは皆さんです。皆さんの認識、知覚と同時に、ですから皆さんが眠っている時には知覚していないということを言ってるんですね。皆さんが感覚器官を使って外と絡み合った時に初めてね、世界って認識されるわけでしょ。ということは認識していないときには存在していない。皆さんが睡眠しているときには世界は存在しているっていう思いは持っていないんです。そこをね、目覚めてからでもあったでしょって勘違いするだけなんですよ。ですから宇宙は見るものの認識と同時に知覚され、創造の詳細な過程はないとヴェーダンタは説きます。この地球太陽系は何十億年に前に生まれてね、どうのこうのって、そんなものは科学者の頭を持っている、分別思考を持っている頭の人間たちに説明していることだけであって、それは仮説、仮の説だっていうことなんですね。その仮説をね、学校ではね、人間の評価付けに使って僕らは散々テストやらされたでしょ。あくまでもボンクラたちへの説明を頭に詰め込んでどれだけ答えられるかっていうことなんですよ。試験っていうのは。全く馬鹿げたことなんですけどね。これは、ユガパトスリシティ。まあちょっと難しい言葉ですが、即時創造と言われています。要するに、認識した時に初めて世界が創造されるんだって言うんだけども、なかなかそれが信じられないでしょ。それだけが信じだって、ガウダパーダもね、ラマのマハルシもプンジャも、まあ、本当の下脱者はみんなそう言うんです。で、何十億年前に作られてこうなってね、猿から人間が出てきてねってね、そういうことは科学者頭が、科学者頭のボンクラたちに説明して、なるほどってそう思うだけなんですね。そういう現象世界というのは蜃気楼と一緒のようなものですから、蜃気楼が蜃気楼であるって知っている人はね、もやもやってただなんか水蒸気みたいなのがそう見えてるだけで、別にそこに行ったって水はないんだよ。感覚世界で蜃気楼って見るわけでしょ。その感覚で見ているものは全部蜃気楼と一緒だ、だから有名だって言うんですけども、でも有名さとほらあるでしょって、だからそのあるっていうのは皆さんの頭で処理されてるだけで、この全世界はね、皆さんの頭で処理されてるだけなんですよ。感覚器官を通じて頭に集められて、5つの感覚器官あるでしょ、それを第6意識で合成処理するわけ。デジカメの写真じゃないけどもね、合成処理して触って触れたからあるって、あくまでも頭がそう思ってるだけでね、頭で合成処理されているだけなんですよ。だから感覚がなければそう認識しないんだから、皆さんの感覚が認識していないものはね、皆さん合成処理できないんですよ。集めた情報だけ判断できるわけ、集めていないものはね、皆さんは認識してないわけ、それはないわけ。それ見れる人が何か言うとね、幽体とか火の玉とかって、そんなものあるかとかね、そういうもの見てみたいもんだって、また別な次元の目、別な次元の感覚と判断機能を欲しがるわけ。それが超能力への悪魔でね。
もうずっとどこまでも微細にやっていくと何もない、セルフしかない、現象はないんだっていうところに行くので、そんなものはないんだ、蜃気楼なんだってマハルシたちは言うわけですね。なかなか不思議でしょ、安福さん、うん、何分説明聞いても分かんないでしょ分かってるで分かんないでしょまあそれはともかくね、ユガパツスリシティ、即時創造ね、スリシティの方が創造、ユガパツ即時、即時創造と言われています。だから皆さんが例えば目つむって初恋の人を思い浮かべてごらんなさい。頭では即時創造されてるわけ、即時に記憶を呼び出して頭でね、皆さんの初恋の人を思い浮かべてください。いたら、いない人はいないと思うけども、そうするとそれが思い出されるでしょ。思うからある、それが即時創造ね、認識するからある。でも今僕が言うちょっと何秒か前まで、1分前までね、皆さんの頭に初恋の人を思い浮かんでました？浮かんでなかったでしょ。だから認識っていうのは、存在っていうのは認識なんだって繰り返し繰り返し言いますけれどもね、存在、現象が存在してるって皆さんが言うのはね、自分の第六意識が合成処理して認識しているかどうかだけだっていうことです。見れども見えず、聞けども聞こえずっていうのは合成処理で認識されていないのでね、他の人にはあっても見えないわけですね。認識している人だけがあるっていうんです。認識していない人にとってはないんです。それが親学校社会から学んだ認識法とはもう全然違うのでね、なかなか信じられないんですね。そんなバカな、私が認識しなくても太陽はあるじゃないですかって、誰が言ってんの私がってそのボンクラが私がって主張するわけね。それは夢での創造、クリエーションイコールイマジネーションと酷似していてって、今僕が皆さんに初恋の人をイメージしてくださいって言ったのと一緒でね、夢の体験者は体験対象と同時に出現します。夢の中でもし皆さんが初恋の人に会ったとすると、夢の中で皆さんは夢の体を持ってるし、夢の初恋者を思い描いてるわけね。そして一緒にカフェに行って飲み物でも飲んだとすると、そこに出てくるケーキとかカフェも夢の創造物、ここにある夢のクリエーション、創造物、あるいは夢のイマジネーションでしょ。目が覚めると初恋の人もコーヒーもケーキも自分の夢の体もないわけですね。で、下脱するとそれと同じようなことがこの現象世界に対して起きるっていうことです。安福さん大丈夫ですか、うん、いや、家さん頭痛くて何がなるか分かんないんですけどね。ですから目覚めと夢は何も違わないんだっていうことです。第六意識がね、認識という働きをしていることでは何も変わらないんですよ。このように説明されると、ある人たちは物質的知識に肯定している、肯定っていうのはこだわるっていうんですね、肯定しているので満足しません。彼らはどのようにして即時創造があり得るかを見破ろうとして、結果は原因に基づくはずであると論じます。まあ仏教では因果論、それが真理ですのでね、全然レベルが違うというか、まるっきり反対の見解なんですね。で、仏教の方の人たちはヒンズー教、あるいはこういうベーダンタっていうのを下に見てて、自分たちの方が真実だって思ってますのでね、蜃気楼の方が真実だ、蜃気楼の因果論の方が正しいってこう言うんですよ。
つまり彼らは自分が見ている世界の存在の歴史的説明を望むのです。何がどうなってって歴史的っていうことは時間の因果関係が真理だってこう信じてるわけね。時間と空間、時空の因果関係、蜃気楼がどのようにね時空的に現れてって言ったって、言ったって言ったってないんだから。空どこまでもどこまでも行ったってね、青い空ってつかめないんですね。ないんですね。そのように見えているだけ。見えているというのは自分の頭にそのように近くされているだけっていうことなんですね。そこで聖天類は彼らの好奇心を創造理論で満足させようと論じます。あれはこうなってこうなってこうってね、そんなことを 言ってくれる親切な、まあね、マスターたちもいるわけなんですね。相手満足させるために子供にいろんなことせがまれたら、はいはいってね、砂場で一緒に遊んであげたり雨くれたりするマスターもいるっていうことなんだね。まあ、それを世では親切って言うんですけどもね。つまり彼らは自分が見ている世界の存在の歴史的説明を望むのです。そこで聖天類は彼らの好奇心を、質問者のね好奇心を想像理論で満足させようとあれやこれやに論じてきたと。歴史的想像を主題として扱うことの方法はクラマスリシティ。スリシティは想像、クラマっていうのは段階的っていう意味です。段階っていう意味です。でここは前時、徐々にっていう意味ですね。クラマ湯が勝つの方は即時、クラマの方は前時と呼ばれます。これが一般の人たちを満足させるものなんですね。何十億年前か知らないけどもね、ビッグバンがあってね、太陽ができてその残りのかけらは惑星を作ってねって、太陽の引力でその中心をぐるぐる回ってるんですよとかってね、まあそういうと大体の人満足するわけ。なんで満足するかっていうと、そういうものを親から、それから学校で刷り込まれて、それが正しいって信じてるからなんです。最初に入ってきたものね、先入知識、先入観念の方がね、皆さんは好きなんですよ、絶対。うん、今の旦那より初恋の人の方好きじゃありません。最初のものの方がいいんだよ。後のはね、どうでもよくなるんだよ。うん、先の方に価値観を置くっていう癖が人間にはあるんだろうと思うんですよね。しかし真の愚道者はそれでは満足せず、湯が勝つするシティで満足できるのです。認識すればあるし、認識しなければないんだ。蜃気楼と一緒でね。ですからこれはその修行者の精神性の成熟によって満足できるものは違うということです。ヨガって言っても体操しか満足しない人もいるしね、キルタンとかサリーとかそういうのでないと満足しない人たちもいるんだしね、座禅みたいに座ってれば満足する人たちもいるしね、一日何十分あるいは何時間座れば満足する人もいるんだしね、私は誰かなんてどうでもいい人たちの方が多いんだしね、私は誰かを解決しないうちは苦しむっていう真の愚道者たちもごく少数はいるわけですね。だからその愚道者、修行者のレベルに従ってどのマスターがいいっていうことなので、いつでも喧嘩みたいになるし論争になるし、どの宗教がいいとかってそういう論争も出てくるわけなんですね。ラマナ・マハルシの結論は、下脱者は不生、非創造セルフのみで満足し、真の愚道者は即時創造で満足し、それ以下のレベルの人々は全時創造で満足するということです。一番多いのはその全時創造説ね。科学にも合致しているし、科学って人間が作り出した学問である科学にも合致しているし、自分が習い覚えた知識とぴったり一致するしっていうことでね。ぴったり一致って言ったって、その古代史はしょっちゅう変わるわけですから、いろんな発見によって何が一致するのか分かんないけどね。それから即時創造、ここまで来るとかなりレベルが高いわけです。で
マハリシとかそのガルダパーダは本当は想像はないんだ、想像されたものって何もないんだってこういうわけ。それが一番高いので、それは不詳アジアタって言いますけどもね、あるいはアジアティとも言いますけれども、まあ、想像されたものは何もないって言われるとこれはもう全然わからないので、普通はあんまり取り上げられません。認識した時にあるんだ、これはレベルが高くなってくるとなるほどって受け入れやすいんですけどもね、まあ、そこまでも難しいので普通はね、まあ、物質宇宙があってそこに自分がポコーンとね生み出されてね、そこでもがいてるんだって、これが一番満足する説だろうと思いますね。なんかここご質問ありますか。ちょっと難しいから次に行きましょうかね。